こんにちは、アルソレルです。最近観葉植物にハマりました。土を家にあげたくないんでセラミスで育ててます。初心者なりにいろいろ調べながら育ててるんですけど、セラミスへの植え替え方法はあっても意外とほんまに虫が湧きにくいのかやったり、生育が遅くなったりするのかやったり、こう実際に育ててみた感想っていうのがあんまりないなって感じたので、自分の備忘録として残しておこうと思います。とはいえ現状はまだ半年しか育ててないので、今のところ大きい変化っていうのはないです。そして今後この種子の動画が上がらなかったら察してください。ではまずうちの生育環境なんですけど、用土は先ほども言った通りセラミスでマガンプ K を混ぜてます。そして鉢底には軽石を入れてます。鉢はスリット鉢を使用してます。置き場所は東側の窓辺で、育成ライトは使ってません。この春から育てたばっかりで、夏はほとんどエアコンをかけっぱなしにしてました。あとは毎日葉水をしているのと、水やりの時に肥料や活力剤をあげてます。こんな感じでセラミスやからって言って何か特別なことをしているわけではなくって、土と同じような感じで育ててます。では今育ててる植物8株を購入順に見ていきます。まずはモンステラです。4月末に購入して半年弱が経ちました。多分3号ぐらいやったんですけど、今は5号になりました。購入当時の葉っぱの枚数は、今一番小さい葉っぱともう落葉してない1枚の計2枚でした。なのでうちに来て新しく展開した葉っぱは2枚と、もうすぐ展開しそうな新芽が1つです。モンステラとしては生育が遅いんじゃないかなっていう気もするんですけど、最初はセラミスじゃなくってハイドロボールに植え替えたり、植え替えた後すぐまた根詰まりして鉢上げしたりと、半年のうちに 4、5 回も植え替えしてるんで、むしろよく育ってくれてるなって思ってます。あと夏に数日間家を空けた際にちょっと小映えが発生しました。今みたいにマルチング剤は載せてなかったんですけど、すぐに撲滅したんでセラミスに湧いてたっていうよりは、水分求めてセラミスの周りを飛んでたのかなっていう感じです。次はエバーフレッシュです。7月に購入して約3ヶ月が経ちました。2号やったものが3号になりました。購入してすぐにこの今まだちょっと色が薄い葉が展開したんですけど、その後セラミスに植え替えてからもう新芽がうんともすんとも言わなくなりました。ですがやっと植え替えてから3ヶ月弱ぐらい経過したところで新芽が動き始めました。エバーフレッシュは植え替えを嫌うって言われてるんで、根っこが活着するのに時間がかかったのがエバーフレッシュの性質のせいなのか、それともセラミスのせいなのかはわからないですね。次はポトスです。7月中旬に購入して2ヶ月半が経ちました。3号やったのが5号になりました。この株に関してはほんまにわさわさ葉っぱが増えました。ポトスってほんまによく生育するんですね。見るたびにいろんな箇所から新芽が出てました。次はフィカスです。8月に購入して約2ヶ月になります。今この株はまだ根っこがない挿し木状態です。ハイドロボールに植わってるのを購入したんですけど、購入当時から根っこがかなりショリショリでした。ほとんど根っこを落とした状態からセラミスに植え替えてバッチリ発根したんですけど、あの後で出てくるんですけど、おそらくインド食わず芋のカビをもらってしまったので、思い切って幹の途中からカットしました。かなり落葉しましたし、カットした後に一気に涼しくなってもうめっちゃ心配なんですけど、一応新芽がたくさんあるんでなんとかなるかなとフィカスの生命力を信じてます。次はアグラオネマです。フィカスと同じく8月に購入して約2ヶ月になります。4号ぐらいやったのが5号になりました。少しちっちゃめの葉っぱが2枚展開して、そして花芽ができました。なので新芽がちっちゃいのは植え替えのダメージっていうよりは花芽のせいかなと思ってます。それにうちに来てからできた新芽ではなくって、購入当時にはもうあった新芽なので、やっぱり花芽のせいかなと思います。土に植わってたものを植え替えたんですけど、特にダメージなく育ってそうです。次はインド食わず芋です。4号ぐらいやったのがそのまま4号です。購入した時めっちゃ元気に見えたんですけど、根っこがめちゃめちゃカビってました。むしろなんでそんなに葉っぱ元気なんっていうくらいカビってました。
カビはどうにか抑え込めたんですけど、5号の鉢に植え替えたのが良くなかったようで、根腐れさせちゃいました。購入時と比べて根っこと葉っぱがかなり減ってしまって、この後無事に冬を越せるか心配です。次はアボカドです。9月中旬くらいにスーパーで買ったのを植えました。もう寒くなるんで植える時期としてはギリギリかなと思いつつも我慢できずに植えました。葉っぱがないといつ水をあげたらいいのか分かりにくいのが悩みどころです。そして最後はアスプレニウムです。9月下旬に購入しました。3号くらいの鉢に植わってたものを同じく3号の鉢に植え替えました。土を落とすのにかなり苦労したんで、今はそのダメージがどう出るかっていった状況です。ところどころ痛みが出てる葉っぱは購入時からのものです。ということで今育ててるのはこんな感じです。植え替えのダメージさえ乗り越えれば意外と育ってくれそうな感じかなというところです。無事に冬を迎えて、そして越えられるのか、また経過観察していきたいと思います。